ドルジバパイプラインドルジバパイプラインは世界最長の石油パイプラインである。ドルジバとはロシア語で有効の意味。ロシア南西部から約4 0 0 0キロメートル離れたウクライナ、東欧諸国、ドイツへ石油を送っている。ロシアの石油企業トランスネフトが創業している。ドルジバパイプラインは1964年、ソ連中央部で産出する石油を エネルギー資源の少ないソ連西部やヨーロッパの共産主義有好国へ供給するために建設された。現在ではロシア及びカザフスタン産の石油をヨーロッパに輸出する最大のルートとなっている。パイプラインの起点はサマーラ東方の町アリメチエフスクで、ここには西シベリア、ウラル、カスピ海からの石油が集まってくる。ベラルーシ南部のマズイルで2本の線に分かれ、南線は ウクライナ、スロバキア、チェコ、ハンガリーへ向かい、北線はベラルーシを横切り、ポーランドとドイツに到達している。この線をドイツのビルヘルムスハーフェン港まで延長することで、バルト海のタンカー通過量を減らしアメリカが衆国へ原油を輸出しやすくするという提案がなされたことがある。さらに、リトアニアのマジェイ系生成所とラトビアのベンツピルス、オイルターミナルが、 ブリャンスク州からの視線で接続されている。さらに、ハンガリーを経由し、クロアチアのアミセリ港まで延長するドルジバ、アドリアパイプライン連結計画が提唱されている。ドルジバパイプラインは、現在1日あたり120万から140万バレルの輸送能力がある。世界第2位の長さを持つパイプラインは、バクートビリシジェイハンパイプラインである。ありがとうございます。